@Gamma6End_TV is now live. Streaming games plus demos, Final Fantasy VII Rebirth demo 4K 60fps.聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁を。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、はしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。お？せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査だ。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。ブラウド、そっちは任せる。
セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔航路があるところだな。うん、5年前の9月、魔航路の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。ああ、両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て、ジェノバって死んだビルのあれか。ああ、でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。おう、お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんと、まあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。ふん。皆さん
ると迷惑ですよ。皆さん、中にセフィロスがいるんだ。写真を撮りたいけど、そういう雰囲気じゃないよな。セフィロスに取り継いでくれるのかい？君も撮ってほしいのかい？でも無名だろ。ここじゃフィルムも貴重でね。悪いね。セフィロスに取り継いでくれるのかい？皆さん落ち着いて。すごいな。交代で落とそうぜ。めんどくせえな。めんどくせえな。幼なじみとかいないのか？可愛い女の子とかさ。てか、俺が今一番好きな子の話聞く？幼なじみとかいないのか？かわいいよ。しかし何にもない村だな。あんた出て正解。名物料理とかあんのか？名物料理とかあんのか？いやー、よく来てくれた。やっと来てくれたのね。ありがとうございます。長い子はするもんだね。本当に大きくて強そうな人だ。困ったことがあったら、モンスターの気配はありません。モンスター注意。みんな気をつけて。しばらくいるのね。ご苦労様です。この村に武器は少ないんだけど。の味食べてみない？あらあら、クラウドじゃないの。ちょっと帰るなら連絡くらいしなさいよ。あ、クラウド、もっと食べていきなさいよ。煮豚入りサンドイッチ覚えてるだろ？タイラーさんちの自慢の料理だよ。ほら、あんたたちお茶会によく持って行ったでしょ。あんたは行かなかったんだっけ？かった。今日は実家に泊まるんでしょ？あたし遊びに行こうかしら。あ、お邪魔だわね。親子水入らずがいいか。早くお母さんとこ行ってあげな。早くお母さんとこ。かた。皆さん、落ち着いて。私だってセフィロスさんと話したいんですよ。
の迷惑ですよ。君も取ってほしいのか。でも無名だろ。ここじゃ。私だってセフィロスさんと。ちゃんとクラウド。何コソコソしてるんだ。子供の頃のまんまだ。騒ぐと迷惑ですよ。明日の調査までゆっくりや。やだ、クラウド君じゃないの。村の人たちとは大違い。神羅のソルジャーだ。あんたは。私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。しなやかだがまだまだ遅いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。嫌だ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティファ。ああ、あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか。クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。神羅流の戦いぶりしっかり見せてもらうよ。何か手伝えることがあったら言ってくれ。新しい型を模索していてね。神羅流の戦いぶりしっかり見せてもらうよ。いらっしゃい。本日2階の部屋を。クラウドちゃんの2年ぶりじゃない。なんだか立派になっちゃう。英雄セフィロスと一緒なんて大出世。英雄セフィロスと一緒なんて大出世だね。皆さん、お腹が空いたら寄せて。見てくれるかな。ニブルヘイ
二部隊にサンドイッチを用意したよ。早くお母さんとこ行ってあげな。みんなが元気になります。どこだ？よく見込む。ソルジャーって。疲れをほぐすなら広場の体操に参加するといいよ。皆さんはこんなを気に入ってくれてるね。給水塔登ったんだ。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。ティファがいると思って。猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。そう、よく家出する子でね。あの日もいなくて。
私の部屋も？ああ。クラウド、それ本当？そういう冗談、好きじゃないな。うん、笑えない。時代は変わったぜ、クラウド。クラウド、それ本当？後には引けなかった。クラウド最低。ピアノ弾いたの？ピアノ弾けたんだね。すごい。今度聞かせてね。へえ、意外な特技だぜ。
夫ですよ。俺の実家だ。事件とは関係ない。でもよ、興味あるぜ。私も。うん、聞きたいな。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。は、嘘、クラウドなの？ただいま。お帰りなさい。どれどれ、晴れ姿よく見せておくれ。惚れ惚れするね。これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったからな。えやらかしたな。クラウド。時は気づかなかったけど、今になって思えば村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。ニブル山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。
おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが二人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。ああ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、もうじゃあこの時はね。マコールはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。最初のマコーロが建てられた場所としてその頃は有名だったそうです。マコーロがある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない。毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か、そんないいものじゃない。ただの移動だ。でも刺激的ではある。いいな。当たり前だ。ティファこそ先に行き過ぎ。だって急ぐんでしょ。そうだけど無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ。私鍛えてますから。へえ、そりゃ頼もしいな。
村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。あたりのモンスターはお前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。セフィロス、休んでなよ。そうさせてもらおう。ソルジャーさん。おう、あとは任せろ。下がってな。
走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。平気平気、任せる。そんじゃ上で合流な。相手になってやる。肩にかけ。
神羅の土地を抜けるの。お前がいるからガイドは不要。最初はそう言って断ったが、考え直して正解だったようだ。頼むぞ。